ではコロさん、はい、いや前回ですね、フロア剤動画めちゃくちゃ好評でしたね。そうですよ ね見ました見ましたっていっぱいお客さんも、はい、今契約もらってる方も、はい、見ましたって言っていただいて、はい、まあ、あの動画を見て、はい、さらにホームページ見て決めましたと。なるほど。今ちょうど多分その動画のサムネイルが今右側に多分出てると思うんですけど今回ですね、やっぱフロアをね、あのこだわって作られる方ってやっぱりシートもこだわって作りたいと思うんですよ、はい、うん、で今回またちょっとね、シートの方をご紹介いただけないかなと思って動画にしたんですけども、言われると思ってたんで、もう用意してるんですよ、実は。え、もう来るわ来るわと思ってて、はい、用意してるんですよ。もう、これ誰でしょう、もう言うても言うよ、言うよ、一緒に行きたいからでしょ、選べるのはどうでしょう、はい、だね、今日は出ましたよ。何種類ですか、待ってくださいね。でかっ。いや、そうなんです、これいっぱいあってちょっと待ってくださいね。もしかしてまたシートもこんなたくさんだから選べるってことですか？その通りでございます。恐ろしいですね何、これクレヨンの色より多いじゃないですか、もうこれすごいでしょ。すごいですね、うん、本当にもう白から始まって黒で終わる、はいはい、すごいですね。まあ、皆さんちょっと画面で見えてるか分かんないですけど、赤は赤でもね、いろんな赤色があって。そうです ね紫もピンク、うん、濃い紫もあればという、うん、すごいカラーバリエーションが多いところから選べるということで、うん、そうです。で、やっぱり一番出やすいのが、はい、この辺りのグレーの、あ、グレーは出やすいんですね、うん、色。なんでかって言いますと、はい、ダークプライム2と呼ばれるグレードの全席がこういったグレーの2色になってて。なるほど。そう、よく動画でも、はい、もう見てくださってる方は分かるかと思うんですけど、はい、でその2色が一番多いです。カラーをこう合わせていくじゃないですけど、そうです、お客様はそういった形で選ばれているということですね、うんうんうん、弊社の施工例とかも見ていただくと8割ぐらいこのダークブライム2のデザイン。そうですよね、いい色ですし、うん、かっこいいなと僕も思いますから、うん、で先日お客様が、あの契約はもういただいているお客様で、はい、IFVR8 のお客様なんですけども、シードのデザインをどうしてもホームページ上では決めきれないと。なるほど。いうことで、そういったお客さんも多そうですよね、こんだけ色があると。そうなんです、迷いに迷われて来店していただいたんですよ、はい、なるほど。でその際に決めている様子をちょっと動画撮らせていただいたんで、ぜひ見ていただこうかなと思います。なるほど。じゃあ、イフさんに来られるお客様は、でもそういった形でお決めになってるというところですね。そうですね、ホームページとかこのフロア材だったり、このレジャーのカタログのサイトがあるんですけども、はい、やっぱりね、皆さんね、ここで見るのとイメージって違うのかなと、うん、はい、そうですよね。で、かなり苦しんでらっしゃったので来店していただき、はい、一緒に決めました。なるほど。じゃあその様子を見ていただくということで、はい、それではそちらの様子を見ていただこうかなと思います。どうぞ。こちらのオールマイティと呼ばれるレザー、こんなにたくさんあるんですけども。こんなにいっぱいあるんですか？そうなんですよ、鮮やかでしょう、ね、こちらからお客様にお好きなものを選んでいただいてシートにしようかなと。どうですか、見た感じ。いや、もうあのどれにするかちょっと決めきれなくてなんかあのおすすめのとかあったりします？そうですね、今回お客様のご制約いただいたハイエースがダークプライム2のグレードを選ばれたじゃないですか。そうですね。なのでそのダークプライム2の純正シートのデザインに合わせたシート、まあ、この辺のね、ちょっとグレーっぽいお色なんですけども多いです。ただ前回ね、シートカバー全席につけたいとおっしゃってたじゃないですか。なので合わせてもいいんじゃないかなとも思ったりしてるんですよ。どっちもいらっしゃいますよ。前席は弊社のシートカバーをお付けいただいて、後席はちょっとシンプルめな、それこそちょっと暗いめなグレーとか、この辺のちょっと茶色がかったグレーとか、そうですね、この辺りとか選ばれる方も多いですし、まあ、先ほど私が言ったようにダークプライム2のデザイン合わせて、どちらもたくさんいらっしゃるんで、もう好みかなと思います。いや、ちょっとめっちゃ悩んでるんでね、はい、あ、ございますよ。弊社のね、ホームページになるんですけども、
ホームページのイフインダストリー施工例というところがトップページに出てるんですけども、こちら見ていただくと、もう車がねたくさん出てくるかなと思うんですよ。でこの IFVR8 と呼ばれるものが4ナンバー8人乗りになるんで、例えばこちら見てみましょうか。こちらのお客様はこの前席と合わせられて、シートカバーつけられなかったんでフロントの部分と同じデザインにしてますね。巻きます、よかったです。お湯出たこの辺使ってるのかな、ちょっと薄めの明るめのグレーと濃いめのグレーの2色なんで、そうですね、派手なデザインじゃないんで、車にもすごい合ってると思います。あ、こちらね、前回迷われてたシートカバーに沿ったデザインなんですよ。あ、これ、あ、僕が A 言ってたやつ。そうなんですよ、いいじゃないですか、これ前後でこれできる。そうなんですよ、今ほんで黒なんで、前白がいいとおっしゃってたんで、こちらも黒と白のデザインにすることできるんで、こっちもやっぱりね、おすすめなんですよ。そうですよね、でかなり迷われてるんで、お好きな色とかありますかね。そうですね、まあ明るめな赤とか、あとオレンジとか暖色系ですね。ちょっと待ってくださいね。だったらこういったシートも、おお、いいじゃないですか、ね、もう全席シートカバーつけられるんであればもう黒にしてもらって、だったら変じゃないんかなと。もうこういったお色もあるんで、デザイン性を取るか、はい、お色を取るか、はい、どっちかかなと思います。いや悩むなあ、でもイフさんがシートカバー僕やっぱり好きなんで、あれ前後でコーディネートできるというやつにしたいなと思います。かしこまりました。でじゃあ今回はイフのシートカバーのデザインで、かしこまりました、ありがとうございます。いやすごいですね、いや本当に悩む気持ちがめっちゃわかります。こんだけ数があったらお客様の好みって一つは絶対あると思うんですよ。そうですね、なので悩みながらもその好きなものを出会えると思うんですけども、それってお客様の結局オンリーワンになるわけじゃないですか。このデザインしかありません、この色しかありませんっていうものを選ぶだけだったらオンリーワンではないと思うんですよ、はい、IF ではそのオンリーワンというお客様のオーダーを大切に思ってますので、こうやってたくさん選べるということはお客さん自身もすごい楽しみになると思いますし、そうですね、思い入れも深くなって、車のこともとても大事に思うんじゃないかなって思いますね。弊社ではハイエースキャラバンにお乗りのお客様でも持ち込み施工で内装施工を行うことができますので、ぜひハイエースキャラバンユーザーさんもチェックしてみてください。今回動画内にたくさん施工例のお写真を入れさせてもらったんですけども、IF ではまだまだたくさんの施工例がございますので、気になられた方はぜひ概要欄からホームページにアクセスしてチェックしてみてください。それでは本日はありがとうございました。